こんにちは、たかさんです。今回の動画は、柏児童相談所に対しての犯罪行為の記事が載りました。犯罪は絶対にいけません。刑事事件になるようなことをしてはいけません。一時保護された場合は、私の動画にある通り、丁寧な言葉遣いで、脅迫などの、えー、大声などを上げたり、脅迫などに当たるような言葉遣いをせずに、録音をして、 職員の不適切な対応を録音してくださいと常々言っておりますこのようなことになりますんではい読みますよこの記事えー、朝日新聞2021年5月1日の、えー、27面です自走に火炎瓶銃弾も届く千葉脅迫などの容疑4人起訴千葉県柏自動相談所柏市で昨年8月から9月投げ込まれたとみられる火炎瓶が発見される事件や銃弾が送りつけられる事件などが相次ぎ 男4人が脅迫の疑いなどで逮捕、起訴されていたことが捜査関係者への取材で分かった。県警や県によると、昨年8月12日よる同自荘敷地内で割れた火炎瓶を警備員が発見。翌13日に柏自荘から、県警柏署に物が投げ込まれたと通報があった。建物に被害はなかったという。同月18日には自荘の公用車の窓ガラスが割られ、座席に火をつけられた痕跡が見つかった。 さらに9月4日、自走の建物の外壁にスプレーで職員の名前が書か,かれ、窓ガラスが割られていたのが見つかった。同月8日には銃弾が届いた。これらの事件が起きる直前、 道県野田市の40代の男と自層の間で男の息子の一時保護をめぐってトラブルが起きていたという男は柏自層の職員に対して昨年8月12日携帯電話での会話の中でぶち殺すぞなどと脅したとして脅迫罪で起訴されているこの男の知人が火炎瓶などの事件で逮捕起訴された4人の中に含まれているといい県警は男と一連の事件との関連について慎重に調べている 県や県警などは、柏地層の被害などを一切公表していなかった。おなじみの千葉県のこの児童家庭科、隠蔽ですね。小関のり子課長のところ。おなじみですよ。自分たちがこの刑法犯罪受けてるもかかわらず、公表しないんですよ。これ、背景に自分たちの不適切な対応、あったんじゃないでしょうかね、と疑われてもしょうがないですよね。実際、不適切な対応が ちょうど同じ時期あったんですけどね、ここの所長は渡辺正所長です。私が常々調べている通り、不適切な対応が目立っています。石井博美調査課長も、私が録音音声を持っている通り、協議の説明をしていたのではないかと思われるような録音もあります。はい。不適切な管理職がいる児童相談所であります。そして、この犯罪行為。 ちょっと説明していきます。犯罪は起きませんよ。2020年8月12日、一時保護された男性が、携帯電話でぶち殺すぞと言ってしまったので、これは殺すとかそんなことを言うと、確実に脅迫罪、成立します。なので、はい。逮捕になっちゃうわけですね。こういうの脅迫罪、起訴されちゃうんですよね。逮捕されなくても。起訴されてしまいます。はい。その後、こういったことがあったということです。火炎瓶。 えー、8月12日火炎瓶、えー、8月13日には建物に物が投げ込まれた何な投げ込まれたんですかね何かなって気になりますね被害になかった物新聞なんで物しか書いてないですけど発表してないんでしょうね物しか何が投げ込まれたんでしょうかねお菓子とかだったら子供喜びそうですけどね差し入れだーっつってね何だったんでしょうかね8月18日車のガラス割られるシートに火の跡 ええ。侵入されたのかなんか分かりませんけど、車のガラス割られたと。9月4日に壁にスプレーで職員の名前、職員の名前書かれたそうです。誰ですかね、まあまあ、管理職じゃないでしょうね。担当の児童福祉士だったんじゃないでしょうかね。この、えー、野田市の40代男性の一時保護した担当の児童福祉士の名前が書かれたんじゃないでしょうかね。そしたらこれつながりますもんね。であればね。 窓ガラスがそこで割られていたと。で、その後9月8日には銃弾が届く。こうなると暴力団系と思われちゃいますよね。反社会勢力ですよね。こういう人たちを児童相談所の児童福祉士というのは対応しなければいけないんです。だから私常々言ってるんです。児童福祉士を目指す方は子供が好きな方ではできません。むしろ正義感に燃えた武道の達人、重剣道に勤しんでいるような そういった正義感に燃えた方が児童福祉士になるべきです。親に対してこういった反社会勢力のような方にも、毅然とした態度が取れる方が児童福祉士としてふさわしいと思います。決して子供が好きだから、子供が可愛いから、助けたいから、そんな理由で児童福祉士やったら、務まりません。社会福祉士なんて国家資格を持ってても、こういう人たちへの対処法なんて分かるわけがないでしょう。 むしろやられちゃいますよね。こういった方たちの心理状態、分かっていないとしか思えません。逆上させるような言動を職員が平気でする。だから職員に危険が及ぶ。自分たちに危険が及ばないためには、こういった人たちにどのような対応をしなければならないのかが全く理解できてない。むしろ逆上させるような ことは平気で言ってしまう。ここが問題なんです。だからダメだと。職員のレベルが低すぎる。上もです。一番上からです。ここ。一番上から低すぎる。だからこういったのを平気でやられてしまうんです。絶対ね、栗原美也さんもね、職員が適切にやってたらね、救える命だったんです。私だったら救えた。こんなの、わかりますよ。こう逆上する親タイプ。 なんで子供を殺しちゃうんですかこういった悲劇を生まないためにも、こういう人たちには対処方法というのがあるんです。こんな逆上させた後に、万が一保護解除したら殺されちゃいますし、こういった人たち、こんな脅迫だったら、すぐ、また元通りの生活戻りますよね。そしたら今度、 施設襲撃してきたり、この所長や課長襲撃されたり、そういった可能性も出てきますよね。自分たちが身を守るには何をすればいいのか分かってないんですよ。危険ですよ、こういう対応してたら。この、ちょうど、まあ私背景に偽装職員の不適切な対応があったのでは、児童福祉法第1条から3条に反する行為があったのでは、厚生労働省、国のガイドラインに反する内容があったのではと言っていますけども、 ちょうどこの時です。あの、児相と親子の架け橋、千葉の会にも出席していただいている中学生のお子さんいます。これが8月、2020年8月のことです。柏児相に虐待を受けたわけですよ、いわゆる。子供の方が。強制的に保護所に入れられ、出してと言っても出してくれず。で、しかも、面、この、この一時保護所でいつ出してくれるかもわからないのに、 毎回毎回必要に親が虐待してるのではないかというような証言を得るために誘導尋問のように必要になんかもう尋問をされたというような証言やそして出してくれないなら実力講師だということで子供たちが脱走を企て救急車で運ばれそういった大怪我をして管理監督責任を追求された石井課長が 謝罪もせず、日本では適法のようなことを言いました。いや看護券持ってんですから、監督できないんですから、もう完全に、自創が悪いですよね。それに対して謝罪もしない。自創が管理できない、子供が管理できないくせに、親が管理できないと言って、保護しといて、自分たちの方が管理できない。であれば自分たちの方が責任を負いますよね。課長、石井宏美課長や渡辺垂志所長が悪いですよね。 こういったことを平気でやってるわけですよ。しかも日本では適法って言ってますけど、適法というのは刑事罰を科されないというだけですよ。児童福祉法第1条から第3条には反してるでしょ。これ罰則ないんですよ。私があの前の動画で解説している通り、自続福祉法の第1条から第3条は守れて当たり前。公務員なら当然国のために働く。国民全体の保守者としては当然。 それに反するような行為は人道的に、人間的に問題であるというような状態のと、法律だということも説明してあります。だからこういうようなことを平気で発言したら、こういう反社会勢力のような方や、こういった栗原美和さんのお父さんのような方、逆上しますよね。この法律に違反する行為や、もう、 一般の方々、児童福祉法第33条なんて理解できてないですから、この児童福祉法というのは、日本国憲法と同じ時期に成立してます。日本国憲法というのは、GHQ、アメリカが日本を占領している間に、旧し次来でできた憲法です。それと同時期に成立したこの児童福祉法、これは、上野の、えー、ガード下とかあの辺に、戦災孤児、いっぱいいたんですよ。それで GHQ、アメリカ軍が、新中軍が、 目障りだと。戦災孤児目障りだ。なんとかしろ。と命令してできたのが、この児童福祉法なんです。その戦災孤児たちを強制的に排除するために作られたのが、この児童福祉法なんです。日本国憲法と同時期に作られた児童福祉法。この児童福祉法第33条。日本国憲法に反すると思うんですよ。これ、はっきり言って、同じなんです。あの、憲法9条の自衛隊と、この、 児童福祉法の第33条の一条保護って憲法とこの関係ってちょっとおかしいんですね、まあ、同時期にできたのでお互いこの成立する時に当然すり合わせなんかしてないわけですねですからこうやって憲法に反するような内容が平気でできてしまったんですね子供を救うという目的で憲法に反するような法律を作ってしまったんですねもう法治国家とは言えないんです なので、この児童福祉法第33条による、司法の関与もない子供の拘束、これが、普通の親には理解できるはずがないんです。先進国ではあり得ないと思っているようなことが、実は、児童福祉法第33条という、とんでもない法律が存在しているということを知ることになります。この、児童福祉法第33条は、日本国憲法の第9条の自衛隊と同じぐらい、 解釈が無茶苦茶です。でなければ成立しませんから。どういうことなんでしょうかね。これは。もう今日のこの動画、こういった事件が起こる背景は、柏自動相談所の職員の対応に明らかに稚拙な対応があるという証明ですよね。こういうことが 簡単に起きてしまうということは、逆上するような人間に火をつけるような言動をしてるわけですよ。ダメなんですよ。こういった方々を悟して、納得させることが子供のためであり、こういった保護した後の子供を守ること、自分たちを守ることにつながるんです。これができないんですよ、今の児童相談所。この 課長、所長も含めて。できないですよ、こんな渡辺正司所長。こんな反社会勢力と話をして、納得させるだけの、和力、ないですよ。公演見てたらわかりますよ、あの、児童虐待セミナーとか出てきますけど。無理ですよ。そんな稚拙なレベルしか持ってない、対応能力持ってない人間が、こういった反社会勢力の人たち、説得することなんかできるわけないんですよ。 だからこうやって怒らせて、しまいにはこの栗原美和さんのように子供を殺す結果になってしまう。だからダメだと私は常々ね言ってるんですけども、聞こうともしない。お話できませんとこう書面で返してくるような人です。もう自読地方第1条から3条に反するような人なんですよ、すでにこの渡辺正さん。残念です。話してくださいよ。今からでも遅くないですから。私としっかり児童福祉についてどうしていくべきか。 改めてくださいよ、この。この、柏児童相談所。栗原美也さんが亡くなったことに対して反省してないんですかこういった子供を守るために何をすべきか分かってないでしょう私は、児童福祉のために、こうやって尽力してます。ボランティアです。この方はもう少しで退職金。これでいいんでしょうか私は、不適切な公務員を正しい道に導き、そして、頑張っている、 公務員を応援します。それが日本のため、この国のため、この国の将来のため、子供たちを守ることこそがこの国の将来。この国を、この国を思って行動するのが本来の公務員です。公務員の正しい道を私は作っていきたいと思います。以上です。親子断絶をぶっ壊す。